安政の大国、安政5年、1858年から、安政6年、1859年にかけて、江戸幕府が行った政治的弾圧、概要、幕府の大老、伊直助や、老中、真鍋昭勝らは、直居を得ないまま、日米修好通商条約に調印し、また将軍警視を徳川家持に決定した、安政の大とは、 これらの諸作に反対する者たちを弾圧した事件である。弾圧されたのは尊能上位や、一橋派の大名、公家、志士、活動家、らで、連座した者は100人以上に上った。形式上は13代将軍、徳川家佐だが、大名、将軍の命令を発して、すべての処罰を行ったことになっているが、実際には、 言い直すがすべての命令を発した。ただし、家貞の代名として、行われたのは家貞死去の直前で、ある7月5日、終わり藩主、徳川義勝や、福井藩主、松平義長、水戸藩の徳川成明、吉安不死と、一橋義信に対する隠居禁止命令。吉安のみは途上停止と禁止、だけであり、大国の始まる初期の、 わずかな期間に限られる、行きつ江戸時代後期の日本には、外国船が相次いで来航した。新朝がアヘン戦争に敗れると、日本国内でも対外的危機意識が高まり、幕閣では解剖問題が議論される。老中、安倍正宏が、幕政改革を行い、黒船来航後の安政元年、1854年。 アメリカ合衆国と日米和親条約を、ロシア帝国と日露和親条約を締結した、黒船が来航した、海英6年、1853年、12代将軍、徳川家義が死去し、13代将軍に家義の四男、徳川家貞が、就任するが、病弱で男子を、儲ける見込みがなかったので、将軍軽視問題が起こった、全と 徳川成明の七男で、秀明との評判が高い一橋義信を、支持し諸藩との協調体制を望む、一橋派と、決闘を重視し、現将軍に血筋の近い奇州藩主、徳川慶福、後の徳川家持を、押す保守路線の南紀派とに、分裂し対立した、その頃、米国総領事タウンゼント、ハリスが、 日米修好通商条約への調印を幕府に迫っていた。この時、幕府は諸大名に条約締結。調印をどうしたら良いか意見を聞いていた。そして、条約締結はやむなし。しかし調印には朝廷の直居が必要ということになり、幕府も承認した。このため、直居を受けに老中、堀田正利氏が、京に登った、当初。 幕府は簡単に直居を得られると考えていたが、梅田運賓ら在京の尊上派の工作もあり、もともと上位論者の公明天皇から直居を得ることはできなかった。正俊が虚しく江戸へ戻った直後の安政5年1858年4月、南紀派の飯直助が大老に就任する。直助は無直居の条約調印と、 家持の将軍刑事使命を断行した徳川成明は一旦は禁止していたものの復帰、反省を指揮して長男である藩主徳川義康を動かし、尾張藩主徳川義勝、福井藩主松平義長らと連合した6月24日、吉長は彦根藩邸を訪れて、土壌前の直助に移直調印を質問し、 さらに将軍慶視の発表を延期するよう要求した。直輔は自身のたもとをつかんで、引きとどめようとする吉永を、振り切り江戸城に渡上した。この後、吉永は後を追うように、江戸城に渡上した。また、成明節と吉勝は、直輔以下幕格を質問するために、富士渡上、定式渡上日以外の渡上を、犯した。直輔は、富士渡上をして、 ごまさみちを乱した罪は重い、との、第四門派か、将軍の考え、による、として、彼らを隠居、禁止などに処した。これが安政の大国の始まりである、一橋派であった、薩摩藩主、島津成明は、直助に反発し、藩兵五千人を率いて、上落して朝廷を守護した上で、移植を正して一橋派の復権を、支持する直上を得て、 幕府と対峙することを計画したが、同年7月、鹿児島で出兵兵の朝練中の水あたりが原因で急死、出兵、直上計画は頓挫する。成明死後の薩摩藩の実験は、お家騒動で成明と対立して、隠居させられた父、島津成之が掌握し、薩摩藩は幕府の意向に逆らわぬ方針へと転換することとなった。 8月には、薩摩藩と共同して、朝廷工作を行っていた、水戸藩及び長州藩に対して、午後の密直が下され、ほぼ同じ時期、幕府側の同庁舎で、あった関白、九条久忠が辞職に、追い込まれた。このため9月に、老中、真鍋明勝、京都諸次大坂忠明が上落し、中心人物と目された梅田運殿ほか、 近藤モザエモン、橋本サナイラを逮捕したことを皮切りに、公家の家臣まで捕獲するという弾圧が始まった。京都で捕獲された志士たちは、江戸に送置され、表情書などで、戦議を受けた後、死罪、縁島など、滑稽に処せられた。幕閣でも川地俊明や岩瀬忠成らの、非門罰の解明派幕臣が謹慎などの処分となった。この時、 観点論を知り添けて原型に処すことを決したのは言い直すけと言われる。安政七年、1860年3月3日。桜田門外の変において直すけが殺害された後、弾圧は収束する。文久二年、1862年5月。直命を受け吉信が将軍貢献職に、松平春学、吉長が政治総裁職に、 就任する、吉信と春学は、直助が行った大国は花肌戦断で、あったとして、いい家に対し十万国削減の追罰、弾圧の取り調べをした者の処罰、大国で幽閉されていた者の釈放、桜田門外の変、坂下門外の変に、おける尊上運動の遭難者を、和宮公家の祝賀として代謝、を行った、 幕閣では一橋派が復活し、文久の改革が行われ、将軍、家持と公女、和の宮の、婚儀が成立して後部合体路線が進められた安政の大国は、幕府の規範意識の低下や人材の欠如を招き諸藩の幕府への信頼を大きく低下させることとなり、反幕派による尊重活動を激化させ、江戸幕府滅亡の原因になったとも、 言われている、受刑者、死刑、極死、安島立脇、水戸藩家老、切腹、宇がい吉左衛門、水戸藩京都留水役、残罪、宇海い吉、水戸藩京都留水役助役、極門、血の根世之助、水戸藩奥雄筆残罪、梅田雲殿、元小浜藩士、極死、飯泉紀内、元土浦藩士、三条家家来、残罪、雷未来三郎、 京都町住社、残在。橋本早内、越前福井藩松平春学家臣、残在。吉田松陰、長州藩毛利高近家臣、残在。日下部井掃司、薩摩藩士、牧師。藤井直筆、西園寺家,家臣、牧師。新海、僧侶、月照の弟、牧師。近藤昌臣、清水寺成就院謀、牧師。中井和馬、頼木、牧師。 隠居、近親一橋義信、一橋徳川家当主、徳川義信、松平春学、福井藩主、徳川義恭、水戸藩主、9月30日に免除、徳川義勝、尾張藩主、伊達宗成、宇和島藩主、山内陽道、土佐藩主、堀田正俊桜藩主、大田助元、前掛川藩主、河地俊明、 江戸城西丸ル水、大久保忠宏、江戸城西丸ル水、中山信鷹、水戸藩家老、9月27日に免除。松平忠方、上田藩主、本郷大方、川成島藩主、若年寄、一万石からファイブ千国へ減放。川成島藩は消滅。時頼胸、大目付、解剖係、石川正平、一橋徳川家家老、